最強おばあちゃん、時々しゃご。この間、耳鼻科に持ってった先生に書いてもらう意見書、うん、完成したって。え？完成したって、先生で書き終わったって、先生。うん、そんで取りに来てくださいって。病院か。うん、今から行くの。今日、レオが予防接種、うん、受けに行くから、3時以降に病院行くから。3時以降、うん、3時に迎え行って、その後病院行くから、その時一緒に行く。そんで7700円何ね、かかるの、その書いてもらったから。ああ、そうか。ああ、そう、なるほどね。何時ごろ行くんだ。3時に幼稚園迎えに行って。ああ、そんで一緒に行くわけ。そう。ああ、いや、今日はあったか。うん、あったかい。いや、冷たくてよくよくすごかったが、どろんことよ。どうしたのこれ、レンコン。あの、はるみちゃんが昨日、おとといの晩だけか、一箱持ってきたんだよ。うん、そしたら、あの、お母さんが、友だな、ね、なね、それよく聞こえねえって言ったんだけど、何箱も、50箱ぐらい、なんだとかだ。5箱だが、耳がちょろくだね、50箱って私には聞こえた。うん、で、じゃあ一箱ドローンのまま持ちたわけ。うん、できねえよねな。あんまり持つまで来なくて、あの、こっちよくこれドローン。洗うのが踏みだけ用意ではなくて、ところからあって、あったかい。このぐらい厚さに切って、うん、フライパンで油ひいて焼いて、うん、いかが焦げ目ついてしょうって結構食べられるわ。うん、子供たちはレンコンチップが好き。レンコンチップ、薄く切って油でからってあげるのか。そう。ああ、そういうのもあんのが、薄く切ってから。あとは、うん、ハンバーグの種作ってレンコンに挟んで、で片栗粉つけて焼いて、で焼き鳥のタレかけると美味しい。焼き鳥のタレで味付け。病院だ、それ金払ってきて、こんなその補聴器は市役所はどっか行ってもらうのかな。書類まとめて市役所に出して、で1ヶ月ぐらいしてからその手帳が届く。ああ、身体障害者の人、手帳が。そうで、手帳ができたことを耳鼻科の先生に言って、そしたらその耳鼻科で補聴器の専門の人が来て検査してくれる。簡単だね。
さねえな。うん。長い。これはどっちかといえばたくあんにつける。うん。どっちかといえばあれなんだ。もうこの一番初は煮物用。まあどっちにしたって大丈夫なんで。うん。レンコンもらったの50箱だって。50箱。やっぱり何でも50箱。友達がレンコン屋さんやってて、うん、で石川県に石川県に持ってくはずだったやつが、あ、道路がそう遅れダメでやれねえわけか、戻ってきちゃってくれたんだって。これ何、これ貼ってあったの？え？それ貼ってあんのや。全部？あと豆腐入れ、おいしい、おいしい、おいしいか。まあ、かけしてやの油の味噌作ってもうまいと、ウニ味噌、ネギ入れとまたうまそうに見えるよな、これ。色合いがね、色合いがいたら、あとちょっとパガリなもんだから、おばあちゃん、なんだれ、なんて笑っちゃうね。